Welcome to the Ramen World! Thank you, thank you! 今日はご飯のお供を作ります。ご飯のお供シリーズ。ちくわ、ヨーグルト、カレー粉。この3つで、タンドリーチキンじゃなくて、タンドリーちくわ。ちくわを使って、タンドリーチキンみたいな料理を作ります。ご飯のお供シリーズは、ささっと作れる料理を目指して、ご飯のお供シリーズをやっていこうと思っています。だから今日のタンドリーちくわもささっと作ります。簡単ですから、もう作り方をちょっと見てもらえればすぐわかります。じゃあ頑張って作りましょう。はい、じゃあまずちくわです。切ります。半分はい、まずヨーグルトです。ヨーグルトを入れます。カレー粉です。カレー粉を入れます。はい、ケチャップです。砂糖です。生姜、生姜を1センチ、ニンニク2センチ、この中にこのちくわを入れます。はい、これでよく混ぜる。はい、できました。これでいいです。ただ混ぜるだけ、本当に簡単。じゃあまずオイルを少し入れます。で、火をつけます。最初は強火、温まったら中火です。では乗せます。まず裏側をカリッと焼きます。もしこう飛ぶのが嫌な人は蓋をしてもいいです。蓋、匂いがものすごくいい匂いです。カレーの香りがして本当に美味しい。タンドリーチキンも美味しいけど、タンドリーチクワも本当にうまいんですよ。じゃあひっくり返します。ちょうど焦げ目がいい具合についています。焦げすぎはダメ、でもちゃんとこんがりと焦げ目をつける。このいい具合のこの焦げ目がこのちくわの味を引き立てます。本当に美味しくなります。はい、じゃあ裏側を見ます。ちょうどいい焦げ目です。これでいいです。はい、できました。すごい、できました。タンドリーちくわです。おー、すごい匂いするね。いい匂いするよ、このカレー粉の匂いが。うん、しかもほら、これ簡単だよ。なんで混ぜて、焼いて、完成。すごいじゃんね。本当に簡単。でも色も綺麗だよね、本当に。色が本当にね。匂いもいいし、色も綺麗し、味は絶対美味しいと思うよ、これ。うん、早速食べてみましょう。食べましょう。はい、じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ご飯と合う。甘いっていうか、うん、ね、カレーの味風味があって、うんうん、甘い。甘い。うん、おいしい、うん、この甘さがすごいいいと思います、ね、カレーの味が、あ、カレーの味とこのカレー粉の、カレー粉から来たこのすごいいい香りが本当にいいと思います、うん、で、もう料理してる間でもね、匂いがすっごいいい匂いだったんですよね、うん、こう焼いてる、焼いてる間にね、香りがすっごいあの出てきてたから本当に美味しいです、うん、じゃあどう？
美味しい。タンドリーちくわの香りがこの食欲を誘ってくれてるってみたいな感じで、すごい美味しいです。うん、やっぱりカレーってさ、いろんなスパイス入ってるからね。うん、その中から香りがふんってくるんだよね。本当にいい匂いする。うま、美味しい。これいいおかずだと思います。ご飯と一緒に食べるのが、うん、タンドリーチキンを食べたことはないけど、こんな味してから、うん、ね、ちくわにも本当に合うと思うね。確かにちくわの方がうまいんじゃないこれ。うん、うん、まあ、いちゃんは食べたことないけど、これは本当に美味しいので、うん、ちくわにもこんないろんな可能性があるもんね。うん、今までほらいくつだったけど、もう6本目か6本7本作ったね、ちくわに関しては、うん、でもちくわもこれも美味しいけど、うん、ちくわで一番好きなのどれだった今まで作って。今はこれかな。本当に美味しいです。うん、ちくわのビズマル美味しかったね。マヨネーズとちくわが一緒に入ってるけど、うん、ちくわにもやっぱいろんなほら作り方さえね、うん、あれば本当に美味しく作れる。本当に美味しい。もうなんか箸が止まらないって感じの味ですね、これ。また食べたくなる、箸が止まらない。めちゃくちゃ香りがいい。本当に美味しいおかずです。本当に。一口一口に味がすごい来るからね。本当に美味しい。言ったら分かんないけど、もう動画ってさ、100本以上超えたね。超えたね。すごいやったね。うん。何本作ったの ?200 いった？140か150くらい。だからもう200まであと半分、あと半分くらいね。すごいね。結構やったね。もうあのダリスクッキング始めてもう1年経つからね。あ、そう、それ1年だ。うん、すごいね。順チャリパス、うん、ノー、もう過ぎた、過ぎた、気づかなかった。もう1年2ヶ月とか3ヶ月だよ今。うん、すごいね。今までこうやって頑張ってきてもう1年経つなんて。だけどまた6月になったらアニバーサリー、うん、6月、LINE、うん、になったらセカンドアニバーサリー、うん、来年の6月ね、うん、すごい、いろいろ勉強してからね、うん、何もないというか携帯1本で始めた、うん、そうそう、Android 携帯1本で、うん、あの、あと携帯スタンドを使って撮り方も分からないし、全部撮り方も分かんなかったし、何を話せば分かんなかったから、本当にあのカメラの前ではすごいシャイな愛ちゃんと、うちとセラとリョーマでした。セラ途中から入ったんだ。セラ途中から入ったね。うん、なんて言うんだろうね、本当にもういろいろこうして勉強になったね。これからの先未来でも自分たちのためにも使えるってことだし、うん、今までまだ先頑張っていきたいと思います。うん、まあ、っていうことで、あの、いろいろ頑張ってきたっていうことで、遅れたけど、アニバーサリー、イエーイ。近いアニバーサリー、はい、なので、このタンドリーちくわを、ぜひ皆さんも作ってみてください。次回作る動画は、肉もやしあんかけラーメンです。おー、肉もやしあんかけ、これまた美味しそうなラーメンですね。あんかけだから、うん、まだトロトロ感がね、そうそう、トロトロ感があって、いや、これは本当楽しみ、楽しみ。なんで皆さんも楽しみに待っててください。 So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンと LIKE ボタンとベルのボタンを押して、コメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい、美味しかった。いや、美味しかった、よかったよ、ね、これすごい気に入った、うん、このタンドリーチキンっていうのもいいけど、ね、でもタンドリーチキンも美味しい、これ、うん、これうまかった、本当に、うまい、うまい。でしかも簡単だよ、混ぜて焼くだけ、混ぜて焼くだけ、そうそう、うん、で、本当に甘みとこの香りがすごいたまんなくて、うん、もうなんていうの、食欲をあのこう誘ってくれる、こういう美味しい味なので、うん、皆さんもぜひ作って食べてみてください。はい、じゃあ次の動画でまたねー。Thank you.